この項目では、キリスト教悪魔学における性の概念を扱っている。リリス・ジョン・コーリア・シュメール人、バビロニア人、アッシリア人、ユダヤ人には、男性と女性の悪魔がいた。キリスト教悪魔学と神学では、悪魔の性別に関する問題が論議されている。ユダヤ・キリスト教起源の悪魔に関する初期の論文である、ソロモンの制約は、女性として、 男性と交わる悪魔ウルニアスに言及している。ニュッサのグレゴリオースとルドビコ、マリア・シニストラリは、男性の悪魔と女性の悪魔、または少なくとも、男性の特徴を持つ悪魔と女性の特徴を持つ悪魔がいると信じていた。アウグスティノス、ヒンクマール、ミカエル・プセーロス、オーベルニュのギオム、ヨハネス・スタウラー、ルドビコ、マリア・シニストラリは、悪魔は、 性欲が強く乱らな存在であるという考えを指示した。プルタルコス、トマス・アクイナス、ニコラ・レミー、アンリボゲは、悪魔は、色欲や情欲を知らず、愛のような行為を持つことができず、嫉妬は愛の結果なので、嫉妬することもできないと述べた。魔女に与える鉄意の著者であるハインリヒクラーマーとヤーコップ・シュプレンガーは、中間的な見解を採用した。 彼らの本によると悪魔は魔女に対する愛を感じなかった。これは悪魔との性的関係が男性と女性がサタンと作った悪魔との契約の一部だったからである。人々に対してインキバスとサキバスの役をする悪魔たちは愛する人と一緒にいて彼ら、彼女らと成功をしたいと望んでいた情熱的なものだった。アウグスティノス、ヒンクマール、そしてプセロスは 悪魔が人間と性的関係を結んだのは引力のためだと考えた。オーベルニュのギオームは悪魔が長くて美しい女性の髪に特に魅力を感じたと考えたので女性はキリスト教の復職の監修に従わなければならなかった。タウラーは悪魔は陰乱であるとの見解を持っていたため悪魔は自身の劣情を満足させるために人間との成功を望んでいると考えた。 シニストラリは悪魔が性的欲望を感じるという考えを指示したが満足と喜びだけが人間と性的関係を築く動機ではなく生殖を望んでいる可能性もあると指摘した。プルタルコスは悪魔は生殖する必要がないため性的欲求を感じることができないと書いている。彼の著作は後にレミーの見解に影響を与えた。トマス・アクイナスは 悪魔は、官能や情欲を経験することができないと主張し、悪魔は、ひどい性的罪を犯すように誘惑する目的で、人間を誘惑したがっていると述べた。レミーは、最初から、所定の数で創造されているため悪魔は生殖する、必要はなく、美しさに触発された、性的欲求を感じないと考えた。おげは、悪魔は不滅で、子孫を持つ必要がないため性的な器官を持つ。 必要もなく、悪魔は、色欲や性欲を知らなかったと述べた。ビグナピは、ボゲに、悪魔との性的関係は想像上のものであり、悪魔が誘発させた単なる幻覚であると言った。キリスト教徒の悪魔学者は、悪魔と人間の間に性的関係が起こることに、同意するが、理由と方法では、意見が一致しない。共通の見解は、悪魔は、男性と女性を罪に誘導し、 貫通はしばしば関連する罪とみなされるということで、ある。ピエールド・ロストギーは、サタンが結婚した女性と成功して、罪に貫通を加えることを好むという考えを指示した。ニュッサのグレゴリオスは、悪霊は、人間との間に、カンビオンという子供を持ち、悪霊の数を増やそうとしていると述べた。悪魔はいつも、インキュバスとサキュバスの形で、 魔術師と性的関係をもっと考えられていたが、一部の魔女はヤギの形をした男性の悪魔と成功したと言われている。しかし、一般の人々は信じられているように、特に眠っている間、時には目が覚めた時に誘惑に抵抗することができないような美しい男、または魅力的な女の姿をしたインキバスやサキバスによって誘惑された。 キリスト教の神学者が主張するように、その時には常に抵抗の可能性が存在したが、しかし罪を犯す傾向の方が彼らの信仰よりも強かった。フランチェスコ・マリア・グアッツォは悪魔と人間との性的関係について詳しく説明した。魔女に与える鉄槌は悪魔と人間の性的関係が存在することがキリスト教徒にとって不可欠な信念であることを確立した。 しかし、その著者たちは、女性が子供を産む際に、大量の空気が、膣から出ることから、悪魔が、サバトで、女性たちに、特定のハーブを飲ませ、彼女らの腹に空気が満たされたため、創造妊娠が引き起こされた可能性も考えた。創造妊娠は後に医学によって説明された。多くのキリスト教神学者は、悪魔は女性を妊娠させる可能性があると信じて、 いたが、その子供たちは、短命で、巨弱だった。他の神学者は、これらの子供たちが、アッティラ、マルティンルター、メルジーヌ、または、ハンキリストのような重要な存在になる可能性があると考えた。アウグスティヌス、インノケンティウス8世、アルベルトゥス、マグヌス、トマス・アクイナス、アルルのマルタントル・ドビコ、マリア・シニストラリは、 悪魔が女性を受精させることができると考えたが、ウルリヒモリトール、ハインリヒクラーマー、ヤーコプ・シュプレンガートにコラレミーはそれに反対した。レミーによれば、悪魔との性的関係は苦痛なものとされた一方で、その関係を持ったと告白した多くの人は満足していると語った。ありがとうございます。